それでは、大変お待たせいたしました、これから山梨県イメージアップ大賞の表彰式を行わさせていただきます、まず山梨県イメージアップ大賞について若干のコメントをさせていただきたいと思います、この大賞は、スポーツ、芸術、文化、産業などあらゆる分野で県民に感動を与えるような活躍をし、その活躍が全国に紹介され山梨県のイメージアップに貢献したと認められる方を、表彰する賞であります、これまでにサッカーの中田英寿さんをはじめ、山梨学院大学陸上競技部、水泳の萩原智子さん、読売巨人軍の松本哲也選手などそうそうたる団体が受賞をしておるところでございます。それでは早速、表彰式始めます。知事薄井キャプテンは中央までお願いいたします。山梨県イメージアップ大賞、山梨学院大学附属高等学校サッカー部殿、あなたは第88回全国高等学校サッカー選手権大会において初出場にして県勢初となる全国制覇の快挙を成し遂げられました。スピード感あふれるサッカーで全国の強豪校を次々に破っていく姿は県民に熱い感動と夢を与えてくれました。この活躍は山梨県のイメージアップに多大な貢献をされましたので表彰します。平成22年1月19日山梨県知事横内照明、どうもおめでとうございました。続きまして、副賞の目録をお受け取りいただきます。それではここで横内知事から挨拶を申し上げます。ただいま山梨学院大学附属高等学校サッカー部の皆様に山梨県イメージアップ大賞を贈りをいたしました。サッカー部の関係者の皆さん、この度の受賞本当におめでとうございます。サッカー部におかれましては横森監督の下でですね、初出場にもかかわらずですね、全国の強豪校を、まあ、次々に破って勝利を果たしですね、ついに、県勢としては初めての全国制覇という偉業を成し遂げられたわけでございます。この度の皆さん方の優勝というものはですね、山梨県のこの高校サッカー界がですね、長年悲願としてきたものでありまして、同時に、県民にとってもですね、長年待望してきたものであります。監督そして選手諸君のですね、ご活躍に心から、敬意を表する次第でございます。とりわけ、横森匠監督にはですね、私も長年ご講義を賜っている方でありますけれども、今から約30年前ですね、私もの母校でもある韮崎高校サッカー部を率いてですね、
与度にわたって国立競技場に進出をされながらですね、ついに優勝することができなかった、まあ、無念の思いをされたわけでありますけれども、この度、優勝という意味を果たされたわけでありまして、30年ぶりのですね、この雪辱を出されたということでありました。まあ、監督の感慨はいかばかりかと心からお祝いを申し上げます。また、この度の優勝のこの背景にはですね、古谷学長さんはじめ学園関係の皆さん方が、この素晴らしいグラウンド、その他立派な施設をですね、計画的に着実に整備をしていただいて、選手職員がですね、心置きなく練習し力を発揮できる、まあ、そういう環境を作りをいただいたというのが大きな勝因の一つであろうと思います。学園関係の皆様方のご努力にも心から敬意を表したいと思います。この度の皆さん方の優勝というものはですね、山梨県のイメージアップに大きく貢献をされました。イメージアップ大賞にふさわしい活躍でございました。この皆様方のご活躍に対して心から敬意を表しますとともに、とりわけ選手職員にはですね、これからもさらにこの技を磨いていただくということと同時に、これを契機にしてですね、人間としても大きく成長していただきますようにご期待を申し上げ、お祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとうございました。それでは続きまして、薄井キャプテンからもご挨拶をお願いいたします。今日はこのような賞をいただき本当にありがとうございます。自分たちの日頃の練習の成果が山梨県のイメージアップにつながったと考えるとすごい嬉しいです。でこれからも山梨県のイメージアップのためにピッチの中だけではなくピッチの外でも模範となるようなプレーや行動できればいいかなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。引き続きまして、記念写真を撮影させていただきたいというふうに思います。こちら出演お願いします。ありがとうございます。すみません、こちらお願いいたします。ありがとうございます。それじゃ学長さんもお入りになって一緒に。それではありがとうございました。引き続きまして、全員による撮影をさせていただきたいと思います。1枚撮らせていただきます。口火を切りますけれども、今回の県のイメージアップ大賞ということで受賞したんですけれども、さっきの挨拶などがありますが、本当に感想を教えていただいてよろしいですか。自分たちの日頃の頑張りがこうやって山梨県のイメージアップにつながったと考えるとすごく嬉しく思います。優勝っていうことは時間も経って落ち着いて、また自分で振り返ってみてですね、今の気持ちというのは何か変化がありますか。いや、別に特にそういうのはないです。どんな気持ちで。いや、もうまだ全然実感全然湧いてなくて、もう別に今普通の高校生活を送ってます。イメージアップ大賞時代高校サッカーで多分出たのが今回初めてで、宣伝つけたというかなかなかあれなんですけど、もう一回ちょっとどうですかね、そのあたり。まあ、Thank you.
ぱりそれでその自分たちの芸の練習がその、まあ、こんな形で報われるかっていうのをやったりして、あとまあ本当すごい嬉しいですね。まあ本当優勝だけでなくやって賞ももらえたっていうのがすごい嬉しいです。どうですか皆さん、その他に何かございますか。はい、ありがとうございました。監督の口紅で同じ質問ですが、今回イメージアップ大賞の賞をですね、はい、まあ、用意されて、はい、受賞したということですけど、感想をどうぞよろしく。ですね、まあ、こちらに帰ってきて、そしてすごい、まあ、大歓迎を受けたんですけども、その時もこう、なんていうんですかね、すごいことやったんだなというような気持ちもあったんですけども、今日の場合もそうなんですが、まあ、知事さんじきじきにこうやって来ていただいて、そして重さっていうですかね、勝ったことの、まあ、その重さっていうのを感じました。ご自身が優勝から今年から経ちまして、はい、心境の変化というか、今度の、まあ、大会もそうなんですけども、やはり、これまでの経験は無駄ではなかったというふうには思ってます。で、特に変化というか、まあ、そういう中で、自分がこのゲームを進めるに従って次に起こってくる予測といいますか、そういったことは自分なりに、描いていたようなことが起こってきましたから、ある面では先取りできたっていうところが、大変今までの経験は生きてたなというふうには自分では感じます。サッカーとも通じてもちろん試合や普段の活動もそうですけど、こういうイメージアップ対象みたいなのがあることで、またそのまま広がっていけばいいなと思うんですけれども、はい、そのあたりが、いや全くその通りでして、私たちがまあこれいただいて、今度は何らかの形でまた多くの方にですね、こういった刺激を、まあ、受けるっていったら大変失礼かもしれませんけども、ともあれ感じていただいて、そしてまたプラスアラにしていただければ、こんな嬉しいことはないというように思いますけど、はい、力は。その他何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。ではこれで終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございました。